石巻赤十字看護専門学校で行われた宣誓式には40人の学生が出席し、石橋悟学校長が誓いを新たに進んでいきましょうと激励しました。そして野戦病院で献身的に看護を行ったフローレンス・ナイチンゲールの像から灯火を受け継いだ後、誓いの言葉を述べました。私たちは誓います。患者様一人一人に寄り添い、優しい笑顔で接する看護師になることを。病院での実習では常に患者さんを思いやれる看護師になりたいと思っています。看護学生たちはこの春に入学し、半年間看護の基礎と技術を学んできました。年明けから病院での本格的な実習に臨みます。